男女混合の短期決戦第29回ナルト賞杯競争水面上を迎えるカードはシリーズラストの攻防です。優勝戦第12です。対戦メンバーは1号艇瀬能達也、2号艇塩崎坂、3号艇岸影明、4号艇中岡雅彦、5号艇藤本義文、6号艇末永ゆき、以上の6選手が争います。インコースにゆっくりと構えていきます1号艇の瀬能達也です。ボートレースナルトでは2002年6月を最後に完全優勝が出ていません。パーフェクトに挑戦です。人気の中心1号艇の瀬能、隣2コース2号艇の塩崎久坂です。初日ドリーム戦5コースから接してここまで4つの白星を挙げています。3コースは3号艇の岸影明です。準優5コースからまくり差しを決めました。デビュー初優勝を目指します。4号艇の中岡雅彦を引っ張ってきました。4コースからドリーム戦からは1着2着でまとめています。5コース5号艇の藤本義文です。藤本は前場所浜名湖に続いてファイナル進出。6コース6号艇の末永ゆきです。6号艇の末永はオール3連対中です。枠番通りの3対3です。進入インコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。1号艇の瀬野、センター3号艇の岸影、いいスタートを切っています。一周一幕、1号艇の瀬野が逃げる。3号艇の岸影まくりに行きます。1号艇の瀬野牽制しに行きます。3号艇の岸影まくりに行って先頭争いです。3号艇の岸影内へ粘る。1号艇の瀬野、4号艇中岡、2号艇塩崎、後方6号艇の末永、5号艇藤本、続いてスタート正常でした。一周二幕、1号艇の瀬野、3号艇岸影、3号艇岸影握っていく。内からは1号艇の瀬野でホーム直線コース。1号艇の瀬野、相当3号艇の岸影、先頭争い続いていますが、内から判定し一定心リードを取ったか。1号艇の瀬野、外は3号艇の岸影です。3番手には4号艇の中岡。2周1マークの旋回、1号艇瀬野、3号艇の岸影バックスレッジに入ります。1号艇の瀬野がバックスレッジに入って3号艇の岸影を完全に振り切りました。4艇進5艇進リードとリード拾えています。1号艇の瀬野です。3号艇の岸影、そして4号艇の中岡、2番手3番手4番手2号艇の塩崎です。後方は6号艇の末永と5号艇の藤本。2周2枠からホーム直線コース。1号艇瀬野、3号艇の岸影、3番手は4号艇の中岡。レースこれから最終周回に入っていきます。先頭争いとなりました。1号艇瀬野と3号艇の岸影、1号艇の瀬野が主導権取った後独走体制固めて最終周回一番から最後のバックストレッチ。3号艇岸影、そして4号艇の中岡、上位体制1番3番4番の体制です。4番手以降ですが、2号艇塩崎、6号艇の瀬野が5号艇の藤本は最高峰です。ナルトでは木村光弘以来16年10ヶ月ぶりに完全優勝が現れるということになります。96年以降ですが、秋雅人が55歳10ヶ月で達成した最年長記録を更新します。まもなくゴールを迎えます。59歳と1ヶ月、すごいぞ瀬能達也、パーフェクト優勝ゴリ。3番岸影、4番中岡ゴリ、2番塩崎、6番末永、5番藤本ゴリ。第12レースの確定は1着1番、2着3番、3着4番、以上でございました。